24時間マラソン。今回最後に打ち切り検討も。ブルゾン力走に好反応、存続へ手応え。日本テレビ、24時間テレビ40。でチャリティーマラソンランナーを務めた、お笑いタレントのブルゾンチエミ、27、が、27日、東京、日本武道館にゴールした。当日発表という異例のスタートながら、無事に放送時間内に走り切り、貴重な経験をさせていただきました。と涙。第40回の節目を迎えた今年、92年から始まったチャリティーマラソンは、その存在意義が、問われていた。番組スタート後にランナーを発表。これは、トレーナーとして支えてきた坂本雄二さんの提案が、理由の一つでもあった。自身の体力の不安を挙げ、今年で伴走が、最後になるかも、と引退を考えていることを明かし、新しいことがやりたい、と希望した。民放関係者によると、他に局側がランナー候補に名前を挙げた、複数のタレントで実現できず、準備が遅れてしまったことも背景にあるという。実はこのような事態を受けて、局内では、来年以降のマラソン打ち切りが、検討されていた。マラソンルートを公開した初回の92年、観衆が殺到し、途中で中止。以降は走行場所を公表せずに行っているが、SNS 時代になり走っている地点が、特定されやすくなった。また、坂本さんに代わるトレーナーがいるのかという問題も浮上。いくつもの要因が、重なり節目の開催となった今回、見直しが始まっていた。そんな中で、当日発表が、予想外の盛り上がりを見せた。一体誰が走るの?と、ネット上でランナー予想が広がり、選ばれたブルゾンが、光栄、と、喜び懸命に走る姿には、好反応。局関係者は、来年以降も続けられる手応えを得た、と話す。複数のタレントが練習を積み、結果を待つというドキュメンタリー企画が新たに誕生。苦肉の策が、マラソンを救うことになるかもしれない。